はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝穴直樹です。今日は、伊勢物語古文を読んでみましょう。今日はね、深草の女っていうね、京都にね、深草というところがありますけれども、そこでの話なんでしょうね、これね。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝穴直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。さあ、では早速読んでみましょう。伊勢物語、深草の女。昔男ありけり、深草に住みける女をようようだ秋方にや思いけん。かかる歌を読みけり、年を経て住み越し里をいでていなば、いとど深草のとやなりな。女返しのとならばうずらとなりて泣きおらん。狩りにだにやは君は子ざらんと読めりけるに、めでていかんと思う心なくなりにけり。さあ、昔男ありけり、昔ある男がいた。深草に住みける女をようよう秋方にや思いけん。さあ、深草に住んでいた女、これが奥さんですね、をようようだんだん秋方にや思いけん。さあ、秋方なりっていうね、形容動詞ですけど、だんだん飽きてきたと思ってたのだろうか、やは疑問ですね。だんだん飽きてきたと思ったのだろうか。これ、ケムは過去推量、何々だったろうか。で、疑問がこのやですから、かかる歌を読みけり。さあ、男はこのような歌を読んだ。別れたいんだという歌なんだ、これね。年を経て住み越し里をいでていなば、いとど深草のとやなりな。さあ、年を経て、これの年はね、長年ってことね、非常に長い長期間、長年ね、長い期間が経って住んできた里を、もしも私がいでていなば、出ていったならば、この場はもし何々ならばっていうね、場です。長年住んできた里を私が出て行ったならば、いとど深草のとやなりな。いとどというのは大層この深草は、ね。のというのはこれ荒れ地ね。荒れた、深い草のある、荒れた野原となってしな、きっとなるだろうか。やは疑問です。だから、決めてるわけじゃないんだよね。もう別れようって決めてるわけじゃないんです。長年経って住んできたこの里を私が出て行ったならば、大層この深草は深い草の荒れたのとなるだろうか。さあ、そしたら女が返したんです。のとならばうずらとなりて泣きおらん。彼にだりすだにやは君は子ざらん。さあ、女なんて呼んだか。のとならば、さあ、この深草が荒れた野原となるならば、私はうずらとなりて泣きおらん。さあ、うずらになって泣いておりましょう。こうだね。これ石だね。石。もしもあなたが出て行ってこの深草が、荒野となったならば、私はうずらとなって泣いていましょう。さあ、なんで私がうずらとなって泣くのか。狩りにだにやは君は子ざら。さあ、狩りにさえ、このだにはさえって意味だね。狩りにさえ
あなたは小ざらむ来ないでしょうか。この矢は疑問じゃないです。反語です、ね。狩りにさえあなたはここに来ないでしょうか。いや、狩りにはあなたはきっと来るでしょう。だから私はあなたに打たれて、あなたにね、この、うずらをね、持って帰らせましょう。というわけです。と、よめりけるにめでて、いかんと思う心なくなりにけ。さあ、女がこのように読んだので、さあ、めずこれ、ね、感動して、出て行こうという思う心がなくなってしまった。昔男がいた。深草に住んでいた女をだんだん飽きてきたと思ったのだろうか。このような歌を詠んだ。長年住んできたこの里を私が出て行ったならば、大層この深草は深い草の荒れた土地になってしまうだろうか。女は返した。もしもこの深草が野となったならば、私はうずらになって泣いていましょう。あなたは狩りにさえあなたは来ないでしょうか。いや、狩りにはあなたまた必ずきっと来るだろうから。と読んだので感動し、男は出て行こうと思う心がなくなってしまった。伊勢物語、深草の女。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。